XLR250 バハの紹介動画です。はい、こちらが1988年のモデルですね。はい、こんな感じ。はい、でタンクのデカールーフなんですが、XLR250R のものがついてますね。タンク自体が変わってるのか、デカールだけ変えてるのかはちょっとわからないです。はい、あとはここですね。はい、車載工具とあと ETC もここに入っております。変わってるところで言うとレバー、ハンドガード変わってますね。はい、ハンドガードもかなりしっかりしたものがついてます。はい、これ ETC ですね。はい、はい、まあ年式はかなり古いんですが、なかなかね綺麗な車両を見つけるの難しいバイクだと思うので、はい、気になる方はぜひお問い合わせお願いします。